皆さんこんにちは。うちのプリンセスたちは誕生日がとっても近いので今年は寿司でお祝いしたいと思います。ネタはサーモンとマグロの赤身を用意しました。どれくらいあげようかな、こんなもんかなと思ったんですけど、まあ誕生日だからもうちょっと。まず一人目はこちらのねねちゃんです。8歳になりました。続いてこなちゃんの来店です。4歳になりました。お洋服好きじゃないからね、カチコチだね、こなちゃん。いやだね、早く撮りたいね、それ。4歳になりました、おめでとう。あ、ねねちゃんも来たよ。ねね、お寿司食べる？ねねちゃんもお寿司食べよっか。よいしょよいしょ。暑いかな、お米暑くないかな。じゃあサーモンからいっとく、こなちゃん。サーモンね、じゃあサーモン好きだもんね。よいしょ。と言われても本当に食べていいかわからないコナちゃんは硬直してます。いつも人間の食べ物には絶対手を出させないようにトレーニングをしてきたので、こういう時にもかなり疑ってます。はい、よいしょ。じゃあ食べていいよ。はい、フリッなんで食べないの、食べていいよ、これフリッ。おいしい、おいしい。どう、初めてのお寿司おいしい。イエーイ、4歳おめでとう。もうちょっとサーモンいきますか。サーモンいきますか、もう一回。よいしょよいしょ。ちょっとシャリ大きめでね。はい、どれかな、サーモンとマグロ食べていいよ。フリフリ。サーモンが好きなの、いいよ食べて。フリ、おいしい、おいしい、おいしいね。じゃあマグロいっとくか。気分乗ってきたんじゃない、こんな気分乗ってきた、気分乗ってきたんじゃないの、こらちゃん。はい、どうぞ。フリ、おいしい。めっちゃマグロいったかね。よいしょ。よいしょ。どうぞ。恐る恐るだね、こんなん。こんなん食べないもんね、普段。食べていいかわかんないよね、本当に。イエーイ、誕生日だからな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。サーモンボロボロになっちゃった、ちょっと。よいしょ。はい、どうぞ。いいよ、食べて。フリッ。ねねちゃん食べないのかな。ねえ、ねね来ないね。はい、マグロ。米多め。
ちゃ多いね。のお寿司どうぞ。プリッ、おいしい。もうラス1じゃん。はい、お、座るの？いいね、お行儀がいいね、こんなちゃん。はい、最後のお寿司です、どうぞ。プリプリ、おめでとう。ほい、全部きれいに食べました。え、よかったね。ねね来なかったね。ねねちゃんどこ行ったの？隠れちゃった？お腹いっぱいになった？こんなついにネネが出てきたのでお刺身だけあげてきめ、お刺身だけあげてみます。ネネはご飯食べないからね。お刺身もいらなそう。もういらないって言ってるじゃない。いらないよ、私はそんなのいらないんだから。もう早くどっか行って。それより早くこの帽子取ってよ。もう誰が持ってきたって一緒なんだから。いらないいらないいらない。やっぱねねちゃんは肉食かな。ねえねえねえ、お肉が良かった。